ですね。おお、前と同じように後ろに足が上がりますね。バッハのオーボエのためのコンチェルト。無駄をこう全て除いて美しさだけを残したプロポーションですね。はい、もう15歳でも十分に表情もありますし、はい、主語がなくても動きも技も、はい、なんとなくこう主語が想像できますね。鴨さん、これゲオルギエバ、ラレンコバ、イグナトバ、こういったビッグスリーを脅かす存在じゃないでしょうか。そうでしょうね、はい、やはりあの C から G へとあのスターたちを憧れて若い子たちが出てくるわけですから、はい、一番いいものいいものを、まあ、最初は真似するんでしょうけれども、これ以上のものにならなきゃ嘘ですよね。また人口わずか900万人のバルカン半島のブルガリア、国土は日本の半分であります。しかし人口比で言いますと、新体操人口は日本の6倍に当たります。女の子はもう憧れのスポーツは新体操であります。ジネシカコーチはこんなに柔らかい選手でもまだ足りないって言うんですよね。私たちはどうしてこんな柔らかいのとお聞きすると、あれはまだ硬いのよっていうようなことを平気で言われるから、どこまで柔らかくなるのか新体操っていう感じですね。まあ、柔らかさとともにこれは筋力も素晴らしいものを持っているということですね。あの無駄なトレーニングをしてないんですよね。